はい、今回はですね、水素風呂リタライフを使われた方の体験談をご紹介させていただきます。今回はですね、こちら大阪府にお住まいの40代の男性の方です。水素風呂で膝の痛みが軽減、曲げ伸ばしもスムーズにということですね。私は以前膝に水が溜まったことがあるんですけど、2014年頃で またその予兆があって、膝の曲げ伸ばしの時に痛みとスムーズにいかない感じになってきました。ところがですね、リタライフを使用して入浴しただけで痛みもなくなり、スムーズに曲げ伸ばしができるようになりました。1日の終わりにまだ痛みはするんですけど、入浴するために楽になっていってますと。私は仕事の関係で冬場は右手の親指と人差し指がパックリ割れて大変痛い思いをしていたんですけど、今年はひび割れもなくスベスベですということですね。めんどくさがり屋でいつもカラスの行水の高校1年生の息子がいるんですけど、それがリタライフを見て一言、まためんどくさそうだと。でもしかしすごく体が温まると、3日目からはその高校生の子供さんも進んで水素風呂にしてくれているということですね。はい、こちらの方ですね、水素風呂に入ったことで膝の痛みが軽減されて曲げ伸ばしがスムーズになったというお話でした。ということで今回は水素風呂リタライフを使われた方の体験談をお話しさせていただきました。